長岡市の教育情報を集めたウェブサイト、コメプラの本格運用が4月から始まりました。長岡教育情報プラットフォームコメプラは、長岡市内の企業や教育機関などが提供する教育コンテンツや体験活動などの情報を集めたウェブサイトです。この日は長岡市立豊田小学校の5年生の1クラスでコメプラを使った授業が行われました。テーマはお仕事を調べようです。見るとしたらどれにしようかなっていうのを、子どもたちは自分が興味を持った仕事ごとにグループに分かれて、コメプラに載っている動画を見ました。コメプラには長岡市内で就くことができる仕事について子ども向けに紹介した体験動画が20本近く載っています。もし野球選手になれなかったらこの仕事にしようかな。俺もメジャーリーガーになって引退したら俺ここに行こう。初めて見る大人たちの仕事に子どもは興味津々です。子どもたち反応としては、あ、ここ行ったことがあるとか知ってるとかっていうのがあって、すごくこう仕事が身近にあるみたいなイメージがつきやすいもので使いやすいかなというふうに思います。左目を失った虎三郎ですが、長岡の偉人たちを紹介する動画も子どもたちに大人気です。小林虎三郎だったり、他の仕事のやつだったり、いろんなやつ見ました。こんなに身近に今まで分かんないことが分かったりして、とてもいいやつだと思いました。お話が分かりやすくて短くまとまってて、本読むよりも分かりやすく良かった。虎三郎以外の歴史人物の動画があったら見てみたいと思います。コメプラには地域で行われるイベントや体験活動、学校へ講師が出向く出前授業や校外で行う体験授業、学校向けの職場体験や企業見学の情報が載っていて、検索や申し込みもできます。今までは割と教師主導でこの人を呼ぶとかっていうのはやってたんですけど、今度は子ども主体でこの人の話を聞きたいとかっていうのがそこからできるんじゃないかなと。コメプラは子どもたち一人一人に合わせた学びを支援する長岡独自の教育体制、エデュダイバー構想の取り組みの一つです。今までの授業は比較的教室で一律に進む、それが当たり前であったんですが、これからはもう一人一人がやはりこう自分の関心に応じてやはり学んでいくということが求められていると考えております。まあ、そういったところでこのコメプラが活用されることを期待しております。長岡市はコメプラのコンテンツ充実を図るため、地元企業にも協力を呼びかけています。今子どもたちはさまざまなことに興味を持って学びたいという気持ちを持っています。そのニーズに応えるためにも多くの方に協力していただき、さまざまなコンテンツを集積また提供し、子どもたちに使ってほしいなというふうに思っています。